遺言は未来を作るメッセージ。円満相続、トラブル予防に役立つ関東戦国史の時間だよ。あまたの失敗例を反面教師にしてほしいぜ。今回は、宇治綱の人生の集大成に迫ってみるぜ。宇治綱なら関東8カ国の大将軍にまで上り詰めたけど、これ以上何かやることがあるの？あれは坊主が勝手に認定したことだからな。公式認定ではないんだぜ。第一次河野大合戦の勝利からほどなく、1538年天文7年10月20日頃、宇治綱は古学坊足利晴氏から正式に関東管領に部任されるんだぜ。関東管領は上杉明佐代行、足利御一家に準じる価格を認められていたんだ。具体的には、吉良渋川家の当主に次ぎ、その他の御一家よりも上位に位置するんだぜ。今川家もその他の足利御一家になるから、価格では今川以上の存在になったのね。でも、関東管領って幕府が任命するものじゃなかったっけ？通常、関東管領は幕府が部任するものだったんだ。ところが、上杉明真、ね、則弘と2代続けて古学坊からの養子が関東管領になったことで、その辺の形式的なことがなあなあになってしまったようだぜ。幕府ももう東国のごたごたなんて関わっていられなかったのかしらね。とはいえ、足利家と縁のない宇治綱が関東管領に部任されたのは異例のことだったんだ。宇治綱が関東管領に任命されたことで、上杉の政と北条宇治綱という二人の関東管領が存在することになってしまったんだぜ。こうして、上杉家と北条家は関東管領の座をめぐってバトルを繰り広げることになるんだぜ。また余計なことをしおって。関東管領になり、関東政界の中心に立つことになった宇治綱。関東の諸大名は、そんな宇治綱をどのように評価していたのか。それを端的に示す出来事があったんだぜ。アンケートでも取ったのかしら。その出来事というのは、1539年天文8年に起きた宇都宮家の内乱なんだぜ。宇都宮家で、家老の歯型勝根と身分綱武が対立。当主宇都宮直綱は身分家を支援し、歯型が小山高友に支援を要請したことから、近隣の大名を巻き込む構想に発展したんだ。そして、直綱の支援要請を受けた足利正氏は、小山高友を攻めたんだぜ。なんだか複雑なことになっているわね。簡単に言うと、宇都宮家のごたごたに古学坊が介入して、小山家を攻めたんだぜ。よくわかった。この時、正氏は宇治綱に軍勢を派遣するように要請したんだぜ。それで、宇治綱は兵を出したの？結局、宇治綱が兵を派遣することなく内乱は収まったんだが、この時の小山高友の言葉が残っているんだぜ。いわく、宇治綱に援軍を頼むなど、古学坊も地に落ちたものだ。古坊の貫禄ね。でも宇治綱が攻めてきたらどうしようもないな。情けない。この言葉から北条家を下に見つつも、軍事力ではかなわないと考えていることがわかるな。小山家は関東八館に数えられる名家。古くから関東を支配してきた他の大名も、おそらく同じように北条家を見ていたんじゃないかと思われるぜ。整理するのが難しい感情ね。よそ者の侵略者から関東管領にまで上り詰めたんだから、周囲も困惑があったんだろうな。そんな風に他大名から下に見られることもあった北条家だが、関東管領任命の効果は絶大だったんだぜ。北条家の価格が上昇した証拠に、世田谷吉良家との婚姻があるぜ。吉良家って、さっき出てきたやつね。足利が耐えれば吉良が継ぐと言われたご一家筆頭の長命家だぜ。その吉良家の嫡子、頼貞と宇綱の三女が結婚しているんだ。名家に娘を嫁がせるなんて、北条家も偉くなったのね。そして、1539年天文8年8月、宇治綱の四女、宝春院が足利晴氏の正妻となる婚約が成立。ついに足利家と姻戚関係を作ることに成功したんだぜ。ちょっと前まで無為無感だった男が古学坊の親戚になるなんて。宇治綱の人生の集大成でもあり、父宗瑞の悲願でもあった事業、鶴岡八幡宮の修造。1540年天文9年11月、その要である上宮正殿の遷宮が行われたぜ。ここに、行徳の乱以来不在だった鎌倉の主として北条家が君臨することが世に示されたんだぜ。まさに人生の絶頂期ね。しかし、翌1541年天文10年7月、病にかかった宇治綱は絶頂のうちに死去。55年の人生に幕を下ろしたんだぜ。ここまでのピークで人生を終わらせることができるなんて、あやかりたいぐらいね。すでに死期を悟っていたのか、同年5月に宇治綱は宇治康に書き置きを与えている。これが、いわゆる宇治綱の遺訓として世に知られているものだぜ。遺言を簡潔にまとめてくれるのはありがたい。まあ、五箇条といってもかなりの長文になってしまっているんだけどな。説教が長いのは嫌よ。1条目、2条目、
3畳目とだんだん長くなって、4畳目、異常目がすっと終わるあたり、言いたいことが募ってきて最後は面倒くさくなった感じがあって、私は好きだけどな。さすがに全文を紹介することはできないので、要点をまとめていくぜ。それが良い。その前に、遺言はかなりの分量なので、その筋に詳しそうな人を助っ人に呼ぶぜ。どうも、こんにちは。呼ばれたらどこにでも出てくるのか。では、まず第一条。第一条では、義を守ることの大切さを説いています。たとえ一国を切り取ったとしても、義を違えては後世にどれだけ恥辱を受けるだろうか。義を守っての滅亡と、義を捨てての栄華では天と地ほどの差がある。ぐはっ。クリティカルヒットしてるじゃない。後世の名誉を守ることに重きを置き、義を守るためなら滅んでも構わないという氏綱の価値観が現れているな。そうしてみると、加藤一覧で今川家との抗争に踏み切ったのも、北条家の名誉のため滅ぶことも辞さない覚悟があってのことだったのかもしれないな。その割には、足利義明に対しては不義理を働いている気もするけど、何が義か、決めるのは自分自身だぜ。第二条では人材を適材適所で用いることの大切さを説いています。家臣から百姓に至るまで役に立たない者などいない。みんな、役に立つも役に立たないも対象の心次第である。また、氏綱は脳に例えて、太夫に笛を吹かせ、鼓打ちに回せれば脳は成立しないが、太夫に回せ、笛吹き鼓打ちにそれぞれを行わせれば、同じ人物を使っても脳が成立する。国持ちの対象が家臣を使うのも同じことだと言っています。これは現代社会にも通じるわね。逆に言えば、当時の戦国大名の組織運営も現代と通じるところがあった、ということですね。もしかしたら、氏綱は人材活用の観点からリーダーの資質を説いた最初の人物なのかもしれないぜ。第三条は家臣に分をわきまえさせることを説いています。家臣はおごらずへつらわず、分限を守るのが良い。見栄を張って分不相応な振る舞いをすれば、借金を重ね、家臣は領民に無理な税金を課すようになる。村は潰れ、百姓は他国に逃げ、残った百姓も領主に恨みを抱くようになる。上杉家の家中がまさにそのような感じだった。ぐはっ。傷は浅いぞ。ここでの上杉家は扇がやつ上杉家を指していると考えられているぜ。それならよかったのかな？家臣の分不相応な振る舞いを許せば領国を困窮させることにつながる、と氏綱は危険性を説いているんだな。分不相応な振る舞いなんて誰でも咎めそうだけど。例えば、山内和豊の逸話で考えてみましょうか。和豊は小身でありながら、妻の蓄えで購入した立派な馬を披露した逸話で有名ですね。もし、この購入費用が領民から徴収した税金だったとしたらどうでしょうか。税金の無駄遣いね。分不相応な振る舞いをした家臣が主君に認められる陰で、領民が困窮する。そうした実態を氏綱は見抜いていたのです。和豊が北条家臣だったら、ぶん殴られていたかもしれないわね。第四条はサクッと終わるな。第四条は倹約の精神についてです。万事倹約を守るべし。それだけ？倹約を守れば国が富み、合戦の勝利は間違いない。父宗瑞も倹約を好み、カビを嫌ったから立身したのだ。第三条と対になる話で、国を富ませるための大名の心構えが倹約精神だと言っているんだぜ。宗瑞のケチっぷりは、その筋では有名だったらしいからね。こうした北条家の領国統治の姿勢が、後世に前世として称えられることになったのです。汁かけ飯は倹約精神から来たものだったのかしら。そして、最も有名な第五条です。勝手兜を閉めよ。本文も短いので全文引用しましょう。敵はなる合戦にておびただしき勝利を得て後、敵を侮り、あるいは不良になること、必ずあることなり。慎むべし。核のごとく超えて滅亡の家、いにしえより王子。この心万事に渡るぞ。勝手兜の王締めよということ、忘れたまうべからず。けど両親交後、上杉氏を中心とする包囲網に苦しめられた氏綱らしい言葉ですね。他にも、1504年永正元年に宗瑞と共に立て川原合戦で勝利した扇ヶ谷上杉家が、その直後に山の内上杉家の攻撃を受けて降伏に追い込まれているな。なんだか、扇ヶ谷上杉家が反面教師になっているわね。人生の大半をかけて戦い続けた相手だからな。学ぶことも多かったんだろう。これらの氏綱の教えは北条家の家訓として受け継がれ、その後の繁栄の礎となるのです。宗瑞と比べると知性の人というイメージが強い氏綱だが、父が築いたものを守るにとどまらず、北条家を大きく発展させた人物でもあったんだぜ。
父親が残した勢力を関東の頂点にまで成長させた姿は、堅実な二代目というより野心的な挑戦者のようでもあります。何度倒されても起き上がる不屈のチャレンジャーみたいなものね。総帥、宇治綱の前に、関東の王者として立ちはだかり続けてきた上杉家。その打倒上杉家のバトンは三代目宇治康へと手渡された。そして、ついに長きにわたる因縁に決着をつける戦いに挑むんだぜ。というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。